思い残しは2014年11月22日に公開された日本の映画である。原作小説と同タイトルの彼女との上手な別れ方として撮影が開始されたが、映画は男女のラブストーリーより広い愛情を描いているとして現在のものに変更された。シングルマザーの優子は自身と同じポールダンサーのケイトルカの3人でルカの卒業公演を成功させた後、 皆で、送迎担当のジョニーの車に乗り込む。しかしその帰宅途中、不注意で車道に出てきた歩行者、ガジローに接触した後、ジョニーの車が対向車に当たり優子たち4人が命を落としてしまう。4人はこの世にそれぞれ未練を残して成仏できず、幽霊となってしまい、数日後合同で取り行われた自分たちの葬儀を見届ける。後日母子家庭の優子の一人息子、 幸太郎は母の死を信じられずいつか帰ってくると思い、市役所の職員に後見人がいると嘘を言って自宅で一人で暮らし続ける。後日、幸太郎のことが気になった優子は他の三人と共に自宅に行くと奇跡的に助かり退院したばかりのガジロが医者業目当てに現れる。優子たちはガジロが幽霊である自分たちの存在を認識していることに気づき彼に 多額の貯金を譲ることを条件にやり残した夢に協力してもらうことに。結婚するはずだったルカは、同郷の恋人と仮の結婚式を挙げ、野球部のマネジャーだったケイは所属する高校の引退試合を応援する。元消防士だったジョニーは偶然遭遇した家事を無事、鎮火させるなど、優子以外の三人は、ガジローの協力を得て、それぞれに満足して成仏締めの前から姿を、 消してゆく。四人のうち最後の幽霊となった、優子だが、幸太郎のことが心配で、成仏できない。このまま息子のそばにいたいと言い出し、ガジロを困らせる。数日後幸太郎は、優子が亡くなってから、ガジロと何度か会話するうちに、ようやく母が死んだことを受け入れるようになる。後日施設に入ることを決めて、引っ越しの準備をする幸太郎を見た優子は、ガジロに、 息子の施設への入所を託して安心したように、成仏し、ガ次郎の前から姿を消す。ありがとうございます。